秋島崎は日系カナダ人作家、岐阜県出身。1981年にカナダに移住し、1991年からモントリオール在住。1995年からフランス語を学び始め、1999年に最初の小説、椿を発表。2004年発表のホタルでカナダで最も権威のある文学賞である。 総督賞を受賞。日本社会や日本人の精神性を描いた古部作を3巻発表している。秋島崎は1954年に岐阜県に生まれた、4人姉妹である。子供の頃から小説や伝記を読みふけり、特に太宰治のような数奇な運命を辿った作家に惹かれた。小説家になりたいと思ったきっかけは、11歳の時に、 姉から送られたフランシス・ホジソン・バーネットの小工場を読んだことであった。13歳から短編小説を書き始め、18歳からこの姉が教育委員会から助成金を受けて編纂した文学雑誌に随筆を発表した。5年間にわたって幼稚園教員を務める傍ら、塾で英語文法を教えたが、 日本は重たい日本社会の女性に対する抑圧に耐えられないと感じ、1981年26歳の時にカナダへの移住を決意。外国で生活するには仕事のできるビザが必要と考え移民ビザを申請した。バンクーバーに5年、ついでトロントに5年滞在した後、1991年にモントリオールに移り住んだ。バンクーバーではコンピューター会社、 トロントでは保育所に勤め、モントリオールでは日本語を教えるなどして、生計を立てた。フランス語圏であるモントリオールに暮らし始めて4年目の1995年、40歳で初めてフランス語を学び始めた。6ヶ月かけて、独学で文法を一通り勉強した後、移民向けのカティマビック校で10ヶ月かけて集中的に学習した。フランス語の授業で、アゴタクリストフの 悪道日記を読んだことが大きな転機となった。簡潔で直接的な言葉で深みのある内容を力強く表現していることに感動し、続けてクリストフの三部作の他の作品、二人の証拠、第三の嘘を読み進むうちに同じような文体で小説を書きたいと思うようになった。また、最初の小説のテーマの一つである、イボ兄弟の恋も、 第三の嘘から着想を得たものであった。島崎はすでにカナダの法事新聞、日課タイムスに短編小説を発表していたが、フランス語で書いた作品は、椿が最初である。しかもこの作品はフランス語を勉強し始めて、わずか4年後の1999年に、ケベックのルメアック社とフランスのアクトシュート社から、刊行され、さらに、同年。 モントリオール図書大賞最終候補作となり、カナダ作家協会賞の審査では、優秀の評価を受けた。この後、翌2000年に、ハマグリ、2001年に、エン、2003年に、ワスレナグサ、2004年に、ホタルと、中編小説を次々と発表し、ハマグリは、ケベック文学アカデミーのランゲ賞、ワスレナグサは、カナダ芸術評議会のカナダ、日本文学賞、 ホタルはカナダで最も権威のある文学賞である総督賞をそれぞれ受賞した。これら5作は2010年4月に5部作第1巻、秘密の重みとして刊行された。以後も1から2年に1冊のペースで作品を発表し続け、2017年11月に5部作第2巻、ヤマトの心、2019年に5部作第2巻、アザミの影が刊行された。 アゴタ・クリストフの影響を強く受けた島崎の文体は簡潔で直接的なミニマリズムの文体と評されている。また、簡潔な文体と合わせて季語を署名にしていることから、俳句の影響もしばしば指摘される。題材は、これまでのところ、すべての作品で日本人を登場人物として、日本社会や日本人の精神性を描いている。 背景には、1910年の韓国併合、1923年の関東大震災、関東大震災朝鮮人虐殺事件、1931年の満州事件、1937年の南京大虐殺、第二次世界大戦中の大日本帝国、長崎、広島への原子爆弾投下、戦後の高度経済成長などの20世紀の日本の、 歴史が描かれる。五部作は共通する人物が登場する。例えば、第一巻、秘密の重みは、戦時下の日本を舞台に、異母兄弟の雪男と雪子を中心に二人の両親、その親や子の複雑な関係、語ることのできない過去が、作品ごとに、それぞれの登場人物の視点から語られていく。島崎は日本に対して批判的である。 移住を決意した理由もそうであったが、特に抑圧的、閉鎖的な日本社会、縦型社会、常に低調な態度で、保守的で、体制順能的な日本人を批判し、いまだに根強い受教思想を指摘する。インタビューで、主に作品の舞台となっている20世紀前半の日本と後半の日本とでは、どのような違いがあるかという質問に対して、 精神性はほとんど変わっていないと答えている。フランス語で書いているが、日本人が読んだらどう思うだろうかという質問に対しては、日本にいた頃から日本社会を批判し、特に教育制度を批判する記事を新聞に掲載していたし、絶えず体制側の不正と戦っていたが、疲れてしまったと説明し、日本人はアメリカ人と違って、 日本社会のネガティブな面に対する批判を受け止めることができる外国人の日本人間に関心があると語っている。著書はすべてケベックのルメアック社とフランスのアクトシュット社から刊行されている。上記以外の章はルメアック社の情報による。レポイズ・デ・シークレッツ・エユー・カージュ・ヤマト・ロンブレ・ジチャーデン第4巻。ありがとうございます。